チューリンゲン州、チューリンゲン州は、ドイツを構成する16の連邦州の一つである。ドイツ最統一時に誕生した、新連邦州5州の一つ。州とはエアフルト。正式名称は、チューリンゲン自由州。ドイツ語のストットは、英語のステートと同根の単語で、定成ドイツ時代に、州の意味で使用されていた。平成崩壊後のバイマル共和政治外以降。 これに代わり、ランドが使われ始めた。現在、多くの州はランドを使用するが、チューリンゲン州、バイエルン州、ザクセン州が、フライストットを称している。ドイツ中部に位置するチューリンゲン州は、ヘッセン州、バイエルン州、ザクセン州、ザクセンイコール、アンハルト州、ニーダーザクセン州と宗教を接している。ドイツ国内における位置、ドイツを人として見立てると、 ちょうど左胸の位置にあると、緑が豊かなことから、緑の心臓、ダスグラン・ヘアーッドイッチ・ロンツとも称される。チュリンゲンの地名は、古代にこの地に住んでいたに由来する。チュリンゲン族は六世紀中頃までに、フランク王国に征服され、以後東フランク王国、神聖ローマ帝国の一部として、宝白領が置かれた。ンゲン砲白を排出していた、ルードング家が、 ハインリヒラスペの死、1247年によって断絶すると、その光景をめぐって、ハインリヒラスペの名である、ゾフィーホンブラバントブラバント公、アンリニセイヒト、オイレ、ベッティングの埋戦辺境伯ハインリヒ三世、危険伯の間で、継承戦争が勃発した、1247年から1264年。この結果、ハインリヒ三世が、 チューリンゲン法博位を継承することとなったが、一方で西部には、ヘッセン法博領が新設され、ゾフィーの息子ハインリヒ一世、ヨ陽道博が後にその地位についた。以後、ヘッセンは、チューリンゲンとは別の領主を仰ぐことになる。ペッティン期のザクセン選定校、フリードリヒ二世、新志考の死去に伴って、イジのエルンストとアルブレヒとの間で行われた、ライプチヒ分割。 1485年では、チューリンゲンの多くをエルンストが継承した。16世紀、宗教改革においてチューリンゲンは重要な役割を演じた。マルティンルターは、バルトブルク城で聖書のドイツ語訳を行い、1524年のドイツ農民戦争では、最後の戦闘となるの舞台となった。またシュマルカルデン同盟の主導者の一人ザクセン、選定校、ヨハンフリードリヒ。 ダ大公は、チューリンゲンを領有しており、この地は、反抗帝、親プロテスタントの画帳であった。ヨハンフリードリヒが、ミュールベルクの戦い、1547年で、カール5世に敗れて選定公位を剥奪された後、選定公位は、アルブレヒト系ベッティン家、アルベルティン家のモーリッツに与えられた、エルンスト系ベッティン家、エルネスティン家では分割相続が繰り返された、ザクセン諸公国。 そのため政治的影響力は低下し、中林ン,ンという地名は単なる地域名称を取っていった。1806年、ナポレオン一世によって新生ローマ帝国が解体されると、中林ン,ンの諸公はライン同盟に加盟した。1815年のウィーン会議によってそれぞれ独立国としてドイツ連邦に加盟したが、中林ン,ンにあった国は12と、 他の地域と比べて突出して多かった。また、プロイセン王国とヘッセン選定王国も飛び地を持っていた。これらの諸国は、君主化の断絶などによって徐々に数が減り、1871年に成立したドイツ帝国において、中輪原諸国とは、この地にあった、ザクセンイコール、バイマルイコール、アイゼナハ大公国、ザクニイコールマイ人間公国。 ザクセンイコールワルテンブルク公国、ザクセンイコールコーブルクイコール、コータ公国、以上エルンツト系ベッティンケシュバルツブルクイコール、ゾンダースハウゼン公国、シュバルブルクイコールルードルシュタット公国、以上シュバルツブルクや、ニー系、ロイス公国、弟系、ロイス公国、以上ロイス家を指した。ドイツ革命、1918年によって、君主制が倒されると、 諸国はそれぞれ共和制に移行した。バイマル共和制下の1920年、ゴータとの同訓連合を解消して、バイエルンとの統合を決めたコーブルクを、クチューリンゲン諸国が合併して、チューリンゲン州が誕生した。州とは、バイマルに定められた。第二次世界大戦末に米軍によって占領されるが、1945年7月から、ソビエト連邦軍の占領下に置かれた。 1949年にはドイツ民主共和国、東ドイツが建国され、プロイセン王国時代に、ザクセン県であったエアフルト、ミュールハウゼン、ノルトハウゼンなどが、チ林ーンン州に組み入れられて、州の領域は拡大し、中心機能がエアフルトに移された。1952年に東ドイツは全国を15の県、ベザーックに分割した。チ林ーンン州は、エアフルト県、 ゲーラ県、ズール県に分割された。1990年のドイツ再統一の際、以前の境界線とは一部異なるが、チューリンゲン州、フライストットとアリン軍として統合された。東ドイツ時代に、チューリンゲン州に組み入れられ、その中心地となったエアフルトに、再び州都が置かれている。州議会、ランドタグの定数は年月日に、 行われた前回選挙での政党別議席配分は以下の通りである。体調傾向に歯止めのかからない自由民主党 FDP が阻止条項、得票率5%を下回って議会から姿を消す。一方、反ユーロを掲げる右派新党のアフドが得票率10.6%を記録し、ザク選州に続いて衆議会進出を果たした。 SPD も敗北を喫したものの、従前通りのセディとの大連立、左翼党、緑の党との左派三党連立のいずれも、ちょうど過半数の組み合わせとなため、前々回と同様に連立組み合わせの、キャスティングボートを握ることになった。東ドイツ時代の1952年から1990年までは、州は廃止されていた。林州は、17のロンドクライスト、 軍には属さない6つの独立市、カイスフライヤー・シュタットからなる。17の軍に121の市、シュタットと865の町村、ゲマインデ、ゲマインデが含まれる。独立市も含めた抗議の意味の市町村、ゲマインデの総数は992である。そのうち約8割の市町村は近隣の市町村と共に行政共同体。 バーウォルトゥーングスグマインシャフトを形成し、行政サービスを合理化している。この種の市町村連合が89ある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。